ハービックハロー天体、ハービックハロー天体、ハービックハロー天体、ハービックハローオブジェクト、HH オブジェクト、HH 天体とは新しく生まれた構成に付随する星雲上の少量域で若い星から放出されたガスが数百キロメートル毎秒の速度で周辺のガスやゴミの雲と衝突して作られるものである。ハービックハロー天体は 星形成領域にはしばしば見られる天体で、一つの構成の時点軸に沿って、複数個が存在する場合も多い。ハービュークハロー天体の実態は一時的な現象で、長くても数千年しか持続しない。HH 天体は、ガスの放出元である、親星から、星間空間のガス具も、星間物質に向かって、高速で移動するにいい。 数年単位という短期間で見た目の形状が変化する場合がある。ハップル宇宙望遠鏡を用いた数年にわたる観測で HH 天体のガンスが生間物質の密度の高い領域と衝突することで HH 天体の一部が暗くなる一方で別の場所が明るくなるといった複雑な変化が起こる過程が明らかになっている。この種の天体は19世紀に シャーバー・アンバーナムによって最初に観測されていたが、気仙成分の中で独立した一種として識別されるようになったのは1940年代になってからであった。この天体を詳細に研究した最初の天文学者は、アメリカのジョージ・ハービックとメキシコのギーエル・モアロで、彼らの名前にちなんで天体の名称が付けられている。ハービックとアロは、 星形成の研究の過程で HH 天体の分析を独立に行い、HH 天体が星形成過程の副産物であることを明らかにした。最初のハービックハロー天体は19世紀終わりにバーナムによって観測された。彼はリック天問題の36インチ屈折望遠鏡を使ってオウシザ T 星を観測している時に星のそばに 小さな星雲上の領域があることに気づいた。しかしこの天体は単なる気仙星雲として分類され、後にバーナムの星雲として知られるようになったものの、従来の気仙星雲と別種の天体であるとは認識されなかった。しかしその後、オウシザ T 星は非常に若い変更星であることが明らかになり、後にオウシザ T 型星として知られる同様の天体の型例であることが分かった。 オウシざ T 型星は星の中心部で重力収縮と原子核反応によるエネルギー生成とがまだ釣り合いに達していない段階の星である。バーナムの発見から50年後、同じような星雲がいくつか発見された。これらは非常に小さくほとんど星のようにしか見えない天体だった。1951年、ハービックはリック1問題の90センチメートル、 クロスリー望遠鏡を用いて九百四十六年と九百四十七年に撮影されたオリオン座の参考声運 n g c 九百九十九の写真看板から星雲上に見える奇妙な天体を三個発見、そのうちの明るい二個について分光観測を行った。翌九百五十二年にはアロも論文を発表し、ハービックの発見した天体を九百五十年に アロも独立発見していたこと、同様の天体を新たに4個発見しており、これらの天体はすべて赤外線の波長では見えないことを指摘した。彼らが発見した天体のうち、ハービックが最初に分光観測を行った2個の明るい体は現在では HH1 と HH2 というカタログ番号が付けられている。また、ハービックはバーナムの星雲の観測も行い、 この星雲が水素、硫黄、酸素の強い気線を持つ変わったスペクトを持っていることを発見した。それぞれの発見の後、ハービックとアロはアメリカのアリゾナ州通村で開催されたある天文学の会議で出会った。ハービックは当初自分が見つけた天体についてはあまり大きな教を持っておらず、主として星雲のそばにある恒星の方に関心を持っていたが、 アロの発見に関する発表を聞いて、この天体についてより詳しい研究を行うこととなった。その後、ソ連の天文学者、ビクトル・アンバルツミアンがこの天体に、彼ら二人の名前を付けて、ハービック・ハロー天体と呼んだ。アンバルツミアンはこの天体が、数十万年程度の年齢を持つ若い恒星のそばで、見つかることから、この天体は、オウシザ・ T 型星の形成初期段階を示すものでは、 ないかと示唆した研究が進むにつれて、HH 天体が強く電離していることがわかり、初期の理論家たちはこの天体には、高度の低い高温性が含まれているのではないかと、推定した。しかし、HH 天体の星雲には、赤外線の放射が見られないことから、この内部に構成が存在する、可能性は低いことが分かった。もし構成が存在すれば、 赤外線を強く放射するはずだからである。その後の研究で、HH 天体の星雲に原子性が存在する可能性も示唆されたが、最終的に HH 天体は近くにある若い星から離された物質で、それが超音速で星間物質と衝突し、その衝撃波によって可視光が放射されていると理解されるようになった。 1980年代初めになると、HH 天体のほとんど全てに、ジェット状の構造が存在することが観測によって、初めて明らかになった。このことから、親星から放出されて、HH 天体を形成している物質は、非常に強く収束している。非常に細いジェットに絞られていることが分かった。一般に恒星が誕生した直後の数十万年は、 構成の周囲に硬着円盤が存在することが多い。硬着円盤は恒星に向かって周囲のガスが落ち込むことによって作られるが、この円盤の内側の部分は高速で自転しているため、部分的に電離したプラズマの細いジェットが円盤の垂直方向に放出される。このようなジェットはポーラージェットと呼ばれる。このジェットが生管物質と衝突すると明るい気線を放射する。 小さな領域が生じ、これがハービック・ハロー天体として観測される。ハービック・ハロー天体の光は、親星から放出された物質が、生漢物質と衝突して生じる、衝撃波によって放射されているが、その運動は複雑である。HH 天体のドップラーシフトを、分光観測から求めると、数百キロメートル毎秒という速度を示すが、 hh 天体のスペクトルに含まれる気線は通常、このような高速の衝突によって放射される光よりも、ず弱い。このことは、互いに衝突している物質の一部が、より遅い速度で、ジェットの外側の方向にも運動していることを意味する、可能性がある。典型的なハービッグ波浪天体が形成されている、軽での放出物質の喪失量は、地球質量の1から20倍と見積もられており、 これは、恒星自身の質量に比べると非常に少ない物質量である。HH 天体で観測される温度は、典型的には8000から12000系で、非領域や惑星上星雲など、他の電離ガス星雲と同程度である。HH 天体の密度は、非常に高く、1センチメートルあたり数千数万、粒子に達する。これに対して、非領域や、 惑星上成分の粒子数密度は一般に1000個、センチメートル以下である。HH 天体の組成は大部分が水素とヘリウムで、質量比で、それぞれ約75%及び約25%を占める。残りの約1%未満が重本モ素で、この組成比は太陽金傍の若い構成の組成とほぼ同じである。 親星の近くでは、HH 天体のガスの20から30%が、電離しているが、この割合は、親星からの距離が遠くなるにつれて、少なくなる。このことは、親星から放出された物質は、ポーラージェットの中では電離していて、星から離れるにつれて、生還物質との衝突によって電離が進むよりは、次第に再結合していく傾向の方が強いことを、示唆している。 しかしジェットの末端で生じる衝撃波によって物質の一部は再電離されジェットの先端部分に明るい帽子状の構造を作る。2006年現在400個以上のハービック、ハロー天体、または天体群が知られている。HH 天体は星形成が起きている非領域に数多く存在し,し、しばしば大きな集団となって存在する。 hh 天体は、典型的には、ボックグロビュール、非常に、若い星を含んでいる、暗黒星雲のそばで見つかり、しばしばグロビュール内部からの物質放出によって、作られている。また、エネルギー源となる一つの構成のそばに、複数の hh 天体が見られたり、親星の自転軸の延長線上に沿って、hh 天体が、紐状に分布している場合もある。発見される。 hh 天体の数はここ数年で急速に増加しているが、それでも我々の銀河系に存在する hh 天体の総数に比べると観測されている割合はごくわずかであると考えられている。研究者の推定では銀河系全体には約15万個の hh 天体が存在すると見積もられており、その大多数は我々から遠すぎて現在の観測技術では観測できないと 考えられている。ほとんどの HH 天体は、親星から0.5%以内に位置しており、1PC 以上離れて存在する例はごくわずかである。しかし中には、親星から数パーセク離れている例もあり、これらは、親星周辺の生還物質の密度があまり高くなく、放出物質が拡散することなく、遠距離まで達することができた例だと考えられる。 ハービックハロー天体の分光観測を行うと、HH 天体は、親星から100秒速 1000km の速度で、遠ざかっていることがわかる。近年、ハップル宇宙望遠鏡を用いた、高解像度観測を数年間隔で行うことで、多くの HH 天体の固有運動が、明らかになっている。また、これらの観測をもとに、膨張しさの手法を用いることで、 いくつかの HH 天体までの距離の測定にも成功している。親星から離れるにつれて、HH 天体は大きく変化し、数年の時間尺度で明るさを変える。天体の中に見られるコブ状の領域のうち、あるものは明るくなり、あるものは暗くなり、あるいは完全に見えなくなるものもある。また一方で新たなコブが姿を表すこともある。このような変化は、 生管物質との相互作用だけでなく、HH 天体内部で異なる速度で運動する、ジェット同士の相互作用によっても生じる。親星からのジェットの放出は、持続的な流れというよりも、むしろ間欠的に起こることが多い。このような物質放出のパルスによって、同じ方向に異なる速度で運動するジェットが作られる子があり、 これら速度が異なるジェット間の相互作用によって、いわゆるワーキングサーフェースと呼ばれる構造が作られる。この面では、ガス流の衝突によって衝撃波面が形成されている。ハービィックハロー天体を生み出す構成は、すべて非常に若い星である。最も若いものでは、ガス円盤から誕生したばかりの原子性の段階にあるものもある。研究者はこれらの親星を 赤外線放射の強度によって0、i、2、3の各クラスに分類している。赤外線を多く放射している星は、星の周囲に放射を冷却する物質がより多く取り巻いている子を示唆しており、従ってまだ星に向かって物質が集積している段階にあることを示す。クラス0という分類が存在するのは、クラス i、2、 3の定義を定めた後でさらに若いクラス0の星が発見されたためである。クラス0の天体は年齢がわずか数千年でまだ中心部で核融合反応が始まっていない。その代わりに星の物質が中心に向かって収縮する際に放出される重力ポテンシャルエネルギーのみよって輝いている。クラス I 天体は中心核で核融合反応は始まっているが、 ガスやゴミが、青春円盤から星に向かって、まだ降着している段階の星である。この段階の星は一般に濃いゴミとガスの雲にまだ、囲まれており、星から放射される光をすべて隠しているため、赤外線や電波の波長でしか観測できない。クラス2天体では、ガスやゴミの降着はほぼ終了しているが、まだ、青春円盤に取り囲まれている。クラス3天体は、 硬着円盤の痕跡のみが残っているものである。最近の研究では、ハービックハロー天体の親星の約80%が連星もしくは多重連星であることが分かっている。この割合は、主系列にある低質量性が連星である割合に比べると非常に高い。このことは、連星系が HH 天体の元となるようなジェットを生み出しやすいことを示している可能性がある。 また、多重連成系が分解する際に最も大きな物質放出が起こることを示唆す証拠も見つかっている。しかし現在では、ほとんどの構成は多重連成系として誕生するものの、大部分の星は主系列に達する前に、近くの星や高密度のガス雲との重力相互作用によって分されるために、HH 天体の親星は連成の割合が大きいのだと考えられている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。